日本が韓国への輸出管理を厳格化したことに反発が高まる中、ソウルで日本製品の不買運動を呼びかける旗が設置されましたが、市民の抗議を受けて撤去されました。ここはソウルのど真ん中、観光客も行き交う大通りです。その街頭にですね、今ボイコットジャパンという旗が取り付けられようとしています。しかもこの旗、行政によって取り付けられているんです。旗はソウル中心部を管轄する区役所が日本製品の不買と日本への旅行の中止を呼びかけるために昨日朝設置を始めました。区役所は外国人観光客にも韓国の意思を示すとして合計1100本を設置する計画でした。しかし市民から日本国民に不必要な誤解を与える、不買運動は自発的に行うべきだといった批判が殺到し、区役所は設置から6時間足らずで撤去を決めました。区長は批判を謙虚に受け止めますと謝罪しています。